一応一周こんな感じでですね、試乗していただいてそれぞれの違いを、ご確認いただければと思います。実際にお試しいただいて乗り心地を感じていただくことによって振動の伝わり方の違いが顕著に出てくるかと思いますので、SK8 以上は8キロ。